ライブ配信の時にちょっとご紹介いたしましたが、柿種から太郎という、フレッツ100円均一のところで売っている500円の、食材でございます。ほんまに柿の種なんですね。なんかご飯に合うそうで、柿の種にラー油、食べられるラー油が、かけてあるみたいな感じなのでみたいです。で、まあ、ご飯に合うということなのでご飯で食べてみると、そうそう、思った通りの味なんですよ。まあ、柿の種、まあ美味しいんですよね。柿の種にラー油、食べるラー油みたいな。これもっと美味しい食べ方ないかなと思ってね、みんみんのセミ餃子、おなじみのやつ買ってまいりまして、これ絶対うまいでしょ。ちょっと焼きが足りなかったので、ちょっとね、失敗したんですけれども、いっぱいですね、柿種から太郎をオンしまして、さらにマヨオンです。これは待ち、さらに太郎オン、これで間違いないだろうと、いうことでですね、食べましたらこれがうまい。これちょっとみんなにちょっとやってほしいんですけど、ちょっと500円高いんですけどね、もう間違いなくご飯が進むやつでございます。これご飯でそのまま食べるより、なんかのこういう調味料でやった方がいいですよね。餃子にだから歯ごたえカリッとしたのもプラスして、辛いはマヨネーズでまろやかやはもう本当に最高でございます。僕の行ったフレッツは、二条店ですね。京都二条駅の裏側にある、くら寿司が隣にあるところですね。今日はそんなことでちょっとアップする時間が遅くなりましたが、チャンネル登録はこちらでよろしくお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。